あの一つだけ例を挙げますとね1987年でしたかねペルシャ湾でえそのタンカーをみんなで共同して護衛しましょうと実にその中のタンカーの7割は日本のタンカーなんですね日本一人じゃ守れないですよだから他の国が一緒に守ってくれるだ日本が守るべきは7割のタンカーだけどもそのまあ反射的効果としては残りの3割の国籍のタンカーを守りますけども。 これがどうして他国を守ることなんですか、ね、え他国への武力攻撃を制止することが集団的自衛権と法制局が間違って今までずっと解釈してきたものだから定義してきたものだから本来ででききるものものなかった、はい、だから世界に日本人は出ていてその,その人たちを守るという意味でも非常に大事だということですね。ね、えー、ということなんですが鳥越さん、どうでしょうか。 うん良い集団的自衛権というのはいや、まあ、あの集団的自衛権を論ずる前にですね、うん、皆さんがおっしゃっているのね、うん、なだんだん、なんとなく安全でなくなったとか、うん、日本の国が責められるような感じになってきたとかいう声が先ほども VTR の中ではありましたよね、うんで、皆さん大体前提としてね日本の平和が侵されるような状況に今なっているというのを大前提でみんなお話になっているんですけども。うん そんなことは、ね、虚虚構構ですどこの国が攻めるんですか、それは確かにね、うん、空気としてね、えー、尖閣諸島がなんとなくね、危ないなとかね、中国が近くまで来てるなとかね、北朝鮮がミサイル撃ってるなとかいうのありますよ、しかし、それはすぐ、じゃ日本がそれで攻められるのか、うん、日本の国民の命が危ないのか、うん、んかそんなことはないですよ、まあ、ない政治が専門の岩田さん 私は先生おっしゃったのとちょっと違いましてやっぱあのウクライナのところで,です、ね、ロシアがです、ね、実力によって国境を変更するということを実際、われわれの目の前でやっているこの時代にです、ね、やはりこの中国がです、ね、これを見ていた時に、ねはい、ウクライナと日本は全然、需要が違いますよウクライナというのはもともと旧ソ連邦という中の一つの国だったんですよ。同じ国だったんですよ知ってますそれが今ねあの、えー ソ連邦が崩壊した後、ウクライナとロシアというふうに分けたわけですよだから当然そこに民族が入り混じってるから。だからああいうのが起きているわけで、日本はそういうことないじゃないですか。どこから責められるんですか。え、だ例えばですね、尖閣諸島の問題に関して言えば、これ責めるとしたら中国だと思いますけれども、あの尖閣諸島もですね、中国は自分たちのものだというふうに主張しているわけですよ。これはロシアがですね、ウクライナのクリミア半島をですね、自分たちのものだというふうに主張していたのと歴史が違います。歴史は違いますけれども、主張そのものは同じなわけですから、危機の可能性はあると私は。 あれはいいっていう判断ですかね<何>クリミアを取,りかえ取っちゃったのいいですかいやそれは別に僕はいいとは思いませんよ <laughs> いやいやだけど、えー、だけどあれはねそれなりにロシアがクリミアをな,なぜいうかというとあそこにロシアの民族がいっぱいいるわけですよねだからロシア国民がいるわけですよあのクリミア半島にはそれはなぜかというと旧ソ連の社会がずっと今ででも続いてるわけですよだからそういう歴史を背負ってあの問題が起きてるのと日本の尖閣諸島の問題はまっ です同じようなことがじゃあ例えばにアジアで起きたときにやっぱりそれはいいということになりかねませんかアジアでどこで起きるんですかいやそれはどこだってんなあ例えばんまりいいでしょうか対馬、ね<え>えー、で住民投票が行われて対馬で韓国の領土になったらどうするん 全く家庭の議論じゃないですか住民投票をやって日本の福島、壱岐島の人たちがクリミアで起きたことは同じですよねいや違います歴史が違いますその壱島はかつて朝鮮の国に所属したことありますかいないでしょうでも家庭の話ということですそういう家庭の話じゃ駄だよそれの鳥越さんがさっきおっしゃった問題提起というのは非常に基本的だと思うんですね一体どの国日本攻めてくるというんですか 僕いつも思い出すんですけどね2001つのエピソードなんですけどね2004年の4月に高砂、えー、今すぐ思い出しますけども高砂魚かなうんというね、えー、27万トンの、ね、タンカーがあースピードボートに過激派が乗ったのにあの襲われたんですよ。うん それで、えー、日本の自衛隊はもちろん集段的自衛権ダメだっていう法制局の見解のもに一席もいませんそしてそれを守ったのがあアメリカの海軍でしかも小さなボートだったんですねそして、えー、その自爆ボートはあーあー阻止しました、えー、撃沈しましたしかし彼らも爆風を浴びて3人死にました、えー、2人は家族がいてね本当に可愛いいお子さんでしたけども 日本の船を守るために、彼らが尊い命をなくしているんですね。あの時に、自衛隊の船が日本の船を守るという。日本の装備でいたら、それは相手を撃沈することがあっても、自衛隊にその被害は及ばなかったと思います。我々はね、高鈴ですね、高鈴という船です、えー。ベイルートやブカレストや、いろんなところで、日本人がアメリカの海兵隊に救出されてきているんですね。彼らのリスクのもとに。 南米面でもドイツやイタリアの軍艦によって救出されてきているんですねで高須の場合もそうですけども日本を守って死んだのはアメリカ人で日本人は死んでないんで日本ではほとんど報道されてないんですね。で結局我々は平和だ平和だと言っているこの体制がいいんだというのは実は他の国の人たちにその危険を追いかぶせて我々が今の繁栄を享受してきている僕、うん、はここが一番議論されてないと思うんです。そこはね岡本さん それはです、ね、その今言われている集団的自衛権の問題これはです、ね、対国と国の問題として扱われているんですよつまり仮想的国,的国としては中国であったり北朝鮮であったり、うん、まあこれの安全環境があの崩れているというふうにして集団的自衛権行使ということを言われてる今おっしゃるといるはですね。ね テロ行為なんですよね。ししテロ行為と自衛権んですよ。テロ行為とです、ね。テロ行為と国と国のせいにててですよ、国と国のせい行為とこの見解で僕らは全部それはできなかったんです。いや、だからそれはテロ行為でしょ、それは国と国が出てきてるわけじゃないでしょ、それはしかし、それはだってオウム真理教の時だって同じじゃないですか。イラク戦争のすぐ後ですよね。ねねそしてもうこのじゃあ今 ISIS IS と呼ばれるねテロ集団が国家を作りました、はい、じゃああれは国家ですかテロリストかで,ですかだん,だん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 もうそこの範疇は分からなくなってきて大事なのは日本の人々と日本の国益これ,これを守れるかどうかということなんですよ、ね、これはね岡崎さんは、えー、中東のイスラムが中心になっている国の問題とね 東,いやいや東アジアのね問題ともね混同してはダメですよ,よ<し>それはね日本ではああいう問題起きないですよあれはねイスラムが中心になってつまり9・11でイスラム過激派がですねアメリカに攻撃したでしょあの時からつまりそれまではね89年に終わった冷戦つまり東西冷戦が世界の危機だったわけですよね常にずっとだけど89年に冷戦が終わった後それからずっとアメリカ一人勝ちだった ところがそのアメリカに対してイスラム過激派というねいわゆるイスラム原理主義の過激派つまり僕ら、まあ、我々が呼んでいるテロリストという人,いう人たちこのイスラム教の過激派の人たちがですね、まあ、あの国を攻撃したり市民を攻撃したりすることがまあ中東を中心として起きている、まあ、アメリカでも起きますでもね東,あの東アジアでは、ね、起きてないんですよ起きないですよ それがそいないです、イスラム教の人はほとんどいない、です。うんまあ、フィリ,リピンはいますけどね。アルカイダが8つの国の名前を文明破壊する対象としてえ当初発表してるんですよ、そのうちには日本って入っているんですね。それは日本国アメリカにと手を結んでるからですよ。それにペルシャ湾にいるタンカーの7割は便宜蓄積船も含めて日本の船なんですよ。 だから中東の話は我々と関係ありませんというその議論は強いしだから単価の問題は別に考えなきゃいけないそれはね僕も単価の問題はほっとけばいいという話ではないと思います先ほどあのイラク戦争の話が出ましたけど、えっと 鳥越さんはさまざまな戦争を取材しておられてでその集団的自衛権というのを容認した場合こういうことが心配になるなっていうそれはあるでしょうイラク戦争の時僕現場に行きましたよ、うん、イラク戦争の危ないところで外交官も2人殺されました僕ら目の前でその時に僕はイラクにいましたけどもあのサマワにイラクはあの自衛隊来てましたよねサマワに。ででもイラクあのサマワ 日本の自衛隊がやっていたことはですねえもうほとんどその陣地の中から出ることなくまあ病院とか学校とかの修繕とかそういうのをやってましたしかしいわゆるその,イラクの過激派ややイラクのの国いいうもにに人たたちに対して銃を向けたことはないですねそれはなぜかというと当時はまだね憲法9条があって集団的自衛権も行使できないということになってたから。 一切自衛隊は極めて実制的に要するに他国の人とですね銃を交わすということはなかったただ、一つねあのアメリカの兵隊をですね日本の航空自衛隊を運んでいたんですよバグダッドまであのドバイの方からねだからあのまあ実質的に僕は集団的自衛権に。 加わってたと思うんでしょあの時のあの国軍自衛隊はだって戦闘部隊を運ぶんだもんあれは戦争が終わった後の復興活動ですよいやいや戦闘中からやってましたやってないやってない,い,やいや戦争が、まあ、終わってからです二千三年の四月に戦争はすべて終了していやいや日本が航空自衛隊の飛行機を運んだのはもっとずっと後ですよでもね二千五年になってでも戦争終わったというけどそれはサダムフセンイン政権が 倒されたというだけの話であいつこっちで過激派の人たちはやってましたか